しゃる。そういう時、2パターンあります。2パターン、おすすめしたい方とあんまりおすすめしない方と2パターンあります。はい、どっちがいいですか？おすすめしたい方。おすすめしたい方はね、一番大事なのはコントロール悪いから、その時にコースとか構えちゃうとよりボールになっちゃうのね。だからもう仕方ないから、そういう時はど真ん中に構える。でど真ん中に構えると高低左右まだ幅があるから、ストライクゾーンどっかにかかってくれればストライク取れるから、まず試合になるし、あとピッチャーが苦しんだりチームが苦しんでる時はキャッチャーだけが反対向いてるじゃん。でキャッチャーがしょんぼりしたりとか下向いたりするとチーム全体が暗くなるから、どんなに点差が上げられても、どんなに劣勢の時でもピッチャー調子悪くても人一倍元気出してチームを盛り上げて堂々としているとみんなの雰囲気が良くなるね。だからそういう誰でもできるようなことをまずちゃんとやること、そうすることによって周りが変わってくるかも分かんないから、声出すことと真ん中に構えて元気よく、これ誰でもできるじゃん。そんな難しいことするでしょ。だからそういうのをまずちゃんとやっていくことが大事。 OK？これ先々はちなみにもう一個も聞いてもいいですか？おすすめしてない方？してない方もちょっと気になっちゃって、すみません。今はね、はい、指導者としての話ね、今すぐできそうだもんね。コーチとしての話、指導者の。僕がやってたリアル。あ、やってたリアル。リアルはリアルお願いします。タイムタイムかけ、タイムかけ、はい。ピッチャーの方に寄っていく、はい、寄っていって、もうお前しっかりやることだ。何の球種がストライク投げれんだよ。しっかり投げれねえんだったらもう変わってもいいんだって。どうすんだよ。やれよこれは。これがさすがに言う。でもおすすめはしてない。そうですね、まずはね、まずはまずはそこから入って、ね、今のは悪い例だから、ね、参考までに、そうそう、今のはね、今のはお父さんお母さんに楽しめるために、まあ、どうですか。だからまずやることは元気出して下向かないで、常にしっかり堂々としてるっていうことが大事ね。はい、できそうですか？はい、あ、やりましょう。だからあれだよ、はい、悪い方も堂々として元気を出してる。確かにそうですね。元気ってか、なんかそうですね、威圧感みたいな。はい、なるほど。キャッチャーのお仕事は本当大変ですからね。そう、やること多いからね。そうですよね。じゃあもうちょっと